はい、こんにちは。どんチャンネルです。9月30日の未明、29日にね、見た映画の感想をいきます。タイトルは、犯罪都市、プッシュメント、あ、パニ、パ、パニッシュメント、パニッシュメント。辞書引いたらね、罰って載ってましたね。この犯罪都市シリーズは、2017年が犯罪都市で、これ僕見てな、劇場で見てなくて配信で見ました。まあ、これ韓国映画なんだけど、まあ、ドンソクさんの出世作みたいな位置づけになってます。で、第1作目はね、チャイニーズマフィアとのね、抗争を描いています。そして、2022年、犯罪都市、The Round Up。あ、違う、あ、ザか、ザ・ライ、ラ、ラウンドアップ。まあ、ラウンドアップっていうのはね、まあ、警察による一斉検挙みたいな意味があるそうです。まあ、ベトナムでの、まあ、悪巧みを描いています。犯罪都市3ね。これ去年、2023年、No Way Out。まあ、ウェイアウト、出口がない、ノーウェイアウト。これ日本人ヤクザの絡みで、青木宗隆さんがね、出演されていることが話題になりました。実際の公開は、まあ日本での公開は2024年、今年の2月でしたね。で、引き続いて現在上映中なのが、犯罪都市4、パニッシュメント、罰。っていう意味でね。まあ、なんかね、ワン、ツー、スリーとね、こう、どんどんこう、スケールアップしていって、なんかお話もちょっと複雑になってくるんで、あんまりこう、広げられてもな、拡大されてもな、みたいな危惧を僕持っていたんだけど、フィリピン？フィリピンのほら、よく日本でもオレオレ詐欺をやる連中がフィリピンに行ったりしてるじゃない。あれと同じように、ネット上での賭博、違法賭博の組織の抗争の話がテーマとして取り上げられています。で、まあ、マニラがね、まあ、サイトを運営する上での現場として登場しますみたいなね。なんかね、ほぼほぼ水戸黄門化しているみたいな感じなんですよ。ラスボスと、まあ、ドンソクさんの一騎打ちがあって、まあ、それが片付いてから、周りのね、次長とか、刑事がやってきて、よく頑張ったな、みたいな感じで、ちゃんちゃんで終わるっていうシーンがね。まあ、前編通してね、悪い奴らは、許さない、ね、弱い者を守るみたいなね、まあ、ドンソクさんのキャラクターが浮き彫りになりつつ、まあ、迫力のバディから、こう、発せられるアクション。ああ、まあ、見ていてスッキリしますよね。まあ、自分も最近、ここ1年ぐらい、筋トレ通ってるんだけど、なかなかね、力こぶもね、そんなにブリッとはならないもんね。いやー、ちょっとね、憧れますね。まあ、見てて思ったのは、まあ、ハリウッド映画で行くと、なんだっけ、アーノルド・シュワルツェネッガー？あの人もともと、ウェイトリフティング？まあ、ボディメイクの人が、まあ、ターミネーターでね、当たって大スターになったっていう同じような感じで。まあ、ドンソクさんも、もともと、なんていうの？やっぱその肉体派だったんでしょ？まあ、あまり詳しくは知らないけど、もともとはそういうふうな、ウェイトリフティングかなんか知らないけど、まあ、ごつい体を使ってのね、スポーツ競技をしていたらしいんだけど、まあ、映画俳優として、当たったっていう感じですよね。まあ、今じゃ、まあ、ドンソクさんもハリウッド進出までしちゃってさ。僕の中で、まあ、ドンソクさんが一番ビビッときたのが、ゾンビ映画の、
釜山へっていう現代のやつがあるんだけど、新幹線エクスプレスが放題だったかな。まあ、その劇中でも、いわきを守ってね、周りの人たちをね、助ける風な、こう、キャラクターを演じておられました。まあ、この調子で言ったらね、まあ、5作目、6作目というふうにね、シリーズはバージョンアップしていくのかなと思いつつね、まあ、犯罪としてはね、まあ、ドンソクさんのプロモーション映画みたいな感じでね、まあ、水戸黄門化して、もう僕は別に構わないと思ってるんですよね。まあ、今後ね、どういう展開をしていくのか楽しみだし、毎回ね、派手なアクションでスカッとさせてくれるいい映画だなと思います。フィルマークスの評価もね、4点超えてたと思うので、まあ、韓国映画が好き、まあ、ドンソクさんが好き、彼のアクションが好きって思う人はね、ぜひ劇場で見ましょうと。はい、最後まで見ていただきましてありがとうございます。またのご視聴お待ち申し上げております。失礼します。